中国が輸入禁止して大変だと言っているホタテ業者に俺は言いたい。福島第一原発の処理水の海洋放出を受けて、中国が日本の水産物の輸入を全面停止した結果、北海道のホタテが大量に余って困ってるらしいな。そこで食べて支援しようということで、岸田総理が食レポしたり、一般の人もネットで買って応援しようという流れが出てきとる。この感じはいいと思うし、俺もホタテ大好きやし応援しようと思う。でも商売人として一言言わせてくれ。中国に依存したビジネスモデルを展開したのは自分たちや。普通は販売ルートを増やしたりしてリスクを分散するために工夫するもんや。今回は国や国民が助けてくれるかもしれんけど、そんなビジネスはどっちにしても続かへん。今のうちにもっと幅広い人に買ってもらえるような方法を考えておくべきやと思う。あと中国、しょうもないことやってたらお前らどんどん孤立していくからな。臨時国会で経済連呼した岸田総理に俺は言いたい。23日の臨時国会で経済経済経済と連呼した後に、私は何よりも経済に重点を置いてまいりますと言ったらしいな。一体どの口が言うとるんや。2枚下どころか10枚ぐらい下あるんとちゃうか。経済経団連か財務省の言い間違いちゃうんか。不正還付だらけの消費税制度については見て見ぬふりしやがって。消費税の高いヨーロッパでも問題になってるし、ドイツでは消費減税しよったぞ。国民にはバレてないと思って日本だけが時代に逆行しやがって、財務省に至っては名古屋の名城公園前の土地3000坪を中国に売ろうとしたやんけ。文字通り国を売ろうとしよったんや。そいつらに尻尾振ってるあんたも同罪や。さっさと解散せえ。所得減税を定額4万円とか言い出した岸田総理に俺は言いたい。政府は税収増の一部を国民に還元する方法として、定額4万円の所得減税と、非課税世帯7万円の給付を検討してるらしいな。4万円?月3000円ちょっとって中学生の小遣いかなんかか?ほんで非課税世帯には7万円って、ますます働いたら負けみたいやんけ。しかも期限付き。増税は有無を言わさず恒久的にするくせに何を抜かしとんねん。そもそも還元っていう考え方がおかしい。最初から取らへんようにしたら余計な事務費用もかからへんやろが。何度でも言うぞ。消費税を下げろ。トリガー条項発動せえ。以上や。秋田県のクマ対策に苦情を入れているエセ動物好きに俺は言いたい。秋田県知事が定例記者会見で熊の駆除に使う弾丸の費用を負担すると言ったらしいな。秋田県ではすでに過去最悪の被害件数を出してるし、必要なことやと思う。俺は熊には対面したことないけど、釣りしてる時に猿とイノシシは出くわしたことがある。それでも正直恐怖しかなかった。だから熊と戦ってる漁師の人たちはマジで勇者やと思う。銃を持っていても先に見つけられるとは限らんし、相手が一匹とも限らんしな。それやのに県庁には駆除に対する抗議が届いてるらしい。あのな、お前らがどう考えようと、この地球という星は弱肉強食なんや。自分たちの命を守るという行為を否定するのは自然を否定するのと同じやぞ。それでも納得いかへんのやったら、三毛別ヒグマ事件を調べてくれたら納得できると思う。国保の上限を2万円引き上げると言い出した厚労省に俺は言いたい。高所得者が納める国民健康保険料の年間上限額を来年度から2万円引き上げるらしいな。理由は医療費増加に対応するためやと。その前に必要ない薬をばらまいて悪どい儲け方してる医者をどうにかした方がええんとちゃうんか。それとも自民党に献金しまくってる日本医師会にそんなお願いはできひんか。今万博の担当大臣やってて、医師会と仲のいい地味花子も厚労省にいたことあるよな。金の匂いしかせんわ。ワクチンも医師会に所属してる病院にばっかり回してたっていう話もあるぞ。年寄りを薬漬けにして遠回しに国民から金巻き上げとるだけやんけ。その気になれば上げるどころか下げることもできるんとちゃうんか。減税までしてやったのにとかほざきやがった岸田総理に俺は言いたい。25日のネットニュースで自民党関係者の話として、俺は減税までしてやったのにと愚痴ったと報道されたな。完全に逆恨みやんけ。恨みたいのはこっちやろ。てかしてやったってなんや。そもそも国民から巻き上げたもんとちゃうんか。消費税下げろっていう声はガン無視して、月3000ちょっとの所得減税でドヤ顔とか恥ずかしないんか。国民との感覚の違いを自覚せえ。もはや自民党内部から批判されて分裂寸前やんけ。そんな岸田総理に俺から提案がある。総辞職や。これしかない。疲労日で消費減税したら買い控えが起きると言った田崎史郎に俺は言いたい。消費減税したら買い控えが起きるから経済対策としては最悪。景気を冷え込ませることになる。こんなことを疲労日ってテレビ番組で言うてたな。前にも言うたけど、すでに買い控えするような余裕は国民にはないわ。そもそもそれあんたのただの予想やんけ。なんかそうなったっていう過去の事例とかあるんか。ドイツは消費減税したけど買い控えが起きたなんて話聞いたこともないぞ。妄想で語るのがお前のジャーナリズムか。
それともまた自民党から資金提供でも受けたんか。ほんで経団連と財務省から世論操作せえって頼まれてもしたか。まあ鼻からズブズブなお前の発言なんて誰も信用したらんと思うけどな。消費税は下げないのに自分の給料はしれっと上げようとしている岸田内閣に俺は言いたい。20日の臨時国会で閣僚給与の引き上げ法案をさも当たり前って面で提出したらしいな。総理の給料が月額6000円アップで所得減税の3000円ちょっとと比べて 1.8 倍や。そもそも減税はお前らにも適用されるから比べること自体がナンセンスなんやけどな。大した物価対策もせんと減税は期限付き、自分の給料アップと増税は永遠にってか、えげつない混乱をしとるの。財務省と経団連にビビりまくって消費税だけは絶対に下げへんくせに、一般国民なんかもうどうでもええわっていう感じか。まあ国民ももはや誰も期待してへんと思うけどな。お前らが生き残る方法はもうないんとちゃうかな。すでに手遅れやけど今すぐ総辞職してほしいわ、ほんま。低所得世帯に10万円給付とか言い出した岸田総理に俺は言いたい。政府は非課税世帯以外の所得の低い世帯に10万円を給付する案を検討してるらしいな。また分かりやすい票集めしやがって、こんなその場しのぎの給付でどないせえっちゅうねん。期間限定の減税に1回限りの給付、こんなんしたら使わずに貯金するのが普通の感覚や。そうなったらまた経済は衰退、税収は下がって増税ってか。お前らの給与やら議員特権に使われる金減らして消費減税するのが一番ええのは明白やんけ。いつまで不正還付の温床になってる消費税なくさへんねん。これで消費税ご利用しの経団連の組織票と合わせて問題ないやろうと思ってたらあかんでよ。中年金は抜本的に制度を変えないといけないと言い出した岸田総理に俺は言いたい。10月5日に都内の視察先で第3号被保険者について抜本的に制度を変えないといけないと言ってたらしいな。いわゆる主婦年金をなくそうとしてんのか。あれは安心して子育てするのに必要なもんや。今なら子育て年金と言い換えたっていいと思う。そんなもんなくしたら少子化に拍車がかかるぞ。そうか、最近主婦年金を廃止しろって言ってた連合の吉野と仲ええもんな。吉野は経団連の徳らと今年の1月に懇談会やるほどのズブズブやし、結局また金と組織表明当てとちゃうんか。ほんま国民のことなんかみじんも考えとらへんな。問題だらけの補助金なんかやめてトリガー条項と二重課税を廃止しろと岸田総理に俺は言いたい。いつまでトリガー条項発動せえへん気や。二重課税もやめれば今より値段下がるんとちゃうんか。それやのにトリガー条項発動して減る税収より補助金に使ってる金額の方が多いってどういうことやねん。そもそも補助金もなんで原油価格に対してではなく小売価格に対して決められるんや。そんなんしたら仕入れに関係なく小売価格上げまくったら補助金がジャブジャブ石油の元売りに流れていくやんけ。実際そのおかげで石油の元売り大手3社の営業利益は2022年に前年比 2.8 倍でボロ儲けしとるやんけ。そうか、経産省の天下り先に石油関係の組合があるもんな。そんなことばっかりしてるから支持率ゴミみたいになるんやぞ。消費税減税を社会保障の財源だから無理と言った岸田総理に俺は言いたい。25日の衆院本会議の代表質問で消費税に関し社会保障の財源として位置づけられ、税率引き下げは考えていないと言ったらしいな。確かに消費税法の第1条には社会保障給付の経費にするとある。でも社会保障給付って消費税を徴収する前に出されてるよな。おかしくないか。もしかして社会保障って耳障りのいい言葉使ったら国民騙されると思ってへんか。余剰金のおかげで防衛増税先送りできる的な雰囲気出してるけど、そもそも増税どころか、そんだけジャブジャブ金が余ってるんやったら消費減税できるんとちゃうんか。そうか、経団連に所属するような輸出大企業には消費税収の4分の1にも当たる6兆6000億もの金ばらまくために消費税は必要やもんな。もはや国民の声なんて札束が詰まった耳では聞こえへんということやな。